何になるんだ。どんなに自信があってもミスはあるんだ。 100% の確信がなければ俺は引き金は引かん。俺は 60% でも打ちます。
ちょっと引っかかりませんか。なぜこの店を襲ったかだろう。そうです、小さな店でおまけに目と鼻の先に派出所がある。そんな条件の悪い店をなぜ命がけで狙ったのか。それからもう一つ、普通なら必死に逃げるところをあっさり店に立てこもったのも気になる点だ。山さん、俺は関係者を探ってみる。ブさん、長さんと一緒にここを頼む。はい。
高沢さん、どうしたんですか高沢さん。犯人の要求だけお伝えします。1時間以内に使い古しの紙幣で5000万用意しろ。金はカバンに入れ、4人乗りの車の助手席に置き、店の前で止めろ。5分遅れるごとに人質を1人ずつ射殺する。もしもし、もしもし、ボスに連絡だ。はい、やめんな、星の指示に従おう。金と車は私から本庁に要請する。引き継ぎ現場を頼む。わかりました。予定が変わった。室に戻ってくれ。僕は戻ります。見張り続けます。それにしてもなぜ支店長に言わせるんでしょう。警察に挑戦する気なら堂々と出てくれへんか。前があるんじゃないか。そうか、声を取られると正体が割れるから。とにかく取引確認。戻ります。やっぱり敵も踏み込まれるのは怖いんですかね。脱出した女店員の寺田和美さんと客の森岡義弘さんは共に八尾警察病院に収容されました。このお二人がそうです。
どうしてあの二人が犯人だと分かった？はっきり分かったのは彼女と森岡がスナックで会っていたと聞いた時です。じゃあはっきりじゃなく分かったのはバリケードです。バリケード？6人がかりで動かしたバリケードを彼女はたった一人で動かして出てきました。その時なぜ犯人に撃たれなかったんでしょう？なんで君はそれを一言も言わなかった？おかしいとは思ったんですが確信がなかったんです。 60% の確率でも突っ込むんじゃなかったのか？ 60% でも俺はやります。でも 100% になるまで人には言いません。森岡、いや本名井岡正彦。残念だけど南米旅行はキャンセルだ。女つったネックレスカードで買っちゃまずいよ。
何だ、こいつを撃ち殺すぞ。撃つなら撃て。てめえ、手錠お願いします。奴の左の肺はすでに機能を果たしていない。つまり片肺だけで生きてるわけだ。その調子じゃ遠からずこの七曲署からも追い出されて、今に完全にジプシーデカさんになっちゃうよ。ジプシーが、おいほら、お前のニックネーム決まったぞ。